ハイパーループの創造図空気推進型の創造図チューブレールのイメージハイパーループは旅客及び貨物輸送に関して提案されている輸送方式であり最初に使用されたのはテスラとスプセックスの共同チームが公開したオープンソースの真空列車設計を説明するためである。真空列車の概念は1904年にロバート・ゴダードによって最初に提案された。 ハイパーループは密閉されたチューブまたは低気圧のチューブシステムでポットが実質的に空気抵抗や摩擦を受けずに移動できるものと説明されている。ハイパーループは既存の高速鉄道システムと比較してエネルギー効率が高く超音速で人や物を運ぶことができる可能性がある。これが実現すれば約 1500km 以下の距離を列車や 飛行機で移動する場合に比べて移動時間が短縮される可能性がある。イーロン・マスクがハイパーループに初めて言及したのは2012年のことである。彼の最初のコンセプトは、リニア誘導モーターと軸流式圧縮機で駆動される、エアベアリングの上に加圧されたカプセルが乗る減圧チューブを組み込んだものであった。2013年8月に発表されたハイパーループアルファは、 ロサンゼルス地域からサンフランシスコ米エリアまで週間高速道路5号線に沿って走るルートを提案、検討したものである。ハイパーループジェネシスの論文では350マイルのルートを760マイル毎時の速度で乗客を運ぶハイパーループシステムを構想しており、移動時間は35分と現在の鉄道や飛行機の移動時間よりもかなり早い。 この LASF 提案ルートの予備的なコスト見積もりはホワイトペーパーに含まれていたが旅客のみのバージョンで60億米ドル、旅客と車両を輸送するやや体系のバージョンで75億米ドルである。ハイパーループのコンセプトはマスクとスプセックスによって明示的にオープンソース化されており他の企業もそのアイデアを取り入れてさらに発展させるよう奨励されている。そのために いくつかの企業が設立され、いくつかの学際的な学生主導のチームが技術の進歩に取り組んでいる。スプセックスはカリフォルニア州放送にある本社でポッドデザインコンペのために全長約1マイルのサブスケールトラックを建設した。バージンハイパーループはネバダ州ラスベガスにあるバージンハイパーループのデブループ試験場でバージンハイパーループの最高技術責任者である。 ジョシュ・ギーゲルと旅客体験担当ディレクターのサラルシアンを最初の乗客として時速 172km の速度で初の人が乗った試験を実施した。マスクは2012年7月カリフォルニア州サンタモニカで開催されたパンダデイリーのイベントで第5の輸送方式のコンセプトを考えていることを初めて口にしハイバーループと呼んだ。この仮説的な高速輸送方式は 天候に左右されない、衝突しない、飛行機の2倍の速度、低消費電力、24時間稼働可能なエネルギー貯蔵などの特徴を持つという。ハイパーループという名前が選ばれたのは、それが輪の中を進むからである。マスクは、より高度なバージョンでは、極超音速で移動できるようになると想定している。2013年5月、マスクは、ハイパーループを、 コンコルドとレールガンとエアホッケーのテーブルを掛け合わせたようなものに例えた。2012年末から2013年8月まで、テスラとスプセックスのエンジニアグループがハイパーループの概念的なモデリングに取り組んでいた。テスラとスプセックスのブログでは、ハイパーループシステムの潜在的なデザイン、機能、経路、コストの一つを説明した初期のシステムデザインが公開された。 アルファーの設計では、ポットは、リニア電気モーターを使って徐々に巡航速度まで加速し、地上の柱の上のチューブやトンネルの地下を通って、エアベアリングに乗って、軌道上を滑空することで、踏切の危険を回避するという、理想的なハイパーループシステムは、既存の大量輸送方式よりもエネルギー効率が高く、静かで、自律的なものになるとしている。また、 マスクは人々が改善する方法を見つけることができるかどうかを確認するためにフィードバックを募っている。ハイパーループアルファはオープンソースのデザインとして公開された。2017年4月4日にはチューブ内の物ュの高速輸送に適用されるワードマークハイパーループがスプセックスにより発表された。2015年6月スプセックスは スプセックスの放送音施設の隣に長さ1マイルのテストトラックを建設すると発表した。このトラックはコンペティションの中でサードパーティーから供給されたポットのデザインをテストするために使用されることになる。2015年11月までにいくつかの営利企業と数十人の学生チームがハイパーループ技術の開発を追求しており、ウォールストリートジャーナル氏は 無所属のメンバーの一部が自らを称するハイパーループムーブメントは公式にはそれを始めた人よりも大きい集団になっていると断言している。MIT のハイパーループチームは2016年5月13日に MIT 博物館でお披露目された最初のハイパーループポットのプロトタイプを開発した。彼らのデザインは扶養するための電気力学的サスペンションと ウズ電流ブレーキを使用している。2017年1月29日、ハイパーループポットコンペティションのフェーズ1から約1年後の2017年1月29日、MIT のハイパーループポットは世界初の低圧ハイパーループ走行を実証した。この第1回のコンペティションの中で、オランダのデルフト大学のチームが総合的に最高得点を獲得し、 最高の総合デザインの賞を受賞した。最速ポット賞は、ドイツのミュンヘン工科大学のウォーハイパーループチームが受賞した。マサチューセッツ工科大学のチームは、スプセックスのエンジニアによって審査され、総合3位に入賞した。第2回ハイパーループポットコンペティションは2017年8月25日から27日に開催された。審査基準はトップスピードのみで、 それに続いて、原則に成功したことが条件となった。ミュンヘン工科大学の王ハイパーループは、最高速度時速3 2 4トルを達成し、したがって、ハイパーループ1が、独自のテストコースで達成した、ハイパーループプロトタイプの時速3 1 0トルという、それまでの記録を破ることで、競争に勝利した。2018年7月には、 第3回目のハイパーループポット競技会が開催された。ディフェンディングチャンピオンであるミュンヘン工科大学の大ハイパーループチームは走行中に最高速度時速 457km を記録し自身の記録を更新した。2019年8月に行われた第4回大会ではミュンヘン工科大学のチームが再び優勝し最高速度時速 463km を 記録して自己記録を更新した。綿密に調査を進めていくと様々な課題が浮上した。減圧した管内の維持に必要なエネルギー、車両へのエネルギーの供給、減圧下での浮上項の維持、管内の放熱、高速走行時の空気抵抗等、問題が浮上している。それらの課題の中には、空気浮上、空気推進という当初の概念を維持する限り、 解決のめどの立たないものもある。上述の理由により、従来進めてきた空気浮上を放棄して、ハイパーループトランスポーテーションテクノロジーズは2016年5月9日、ローレンス・リバモア国立研究所との間で、ハイパーループシステムの浮上方式として、ローレンス・リバモア国立研究所のリチャード・ポスト博士により開発された、インダクトラック方式を独占的に使用する、 ライセンス契約を締結したことを発表した。リニアモータを推進に使用する場合、トランスラピットで使用されたような車上終電の不要な、地上一時仕切りニア同期モータが想定される。その場合、軌道の前線にわたり、リニアモータの境地を配置しなければならず、車上一時仕切りニアモータと比較して建設費が高騰する要因となる。チューブに、 鋼鉄のような磁性体の材料を使用した場合、浮上用の軌道類磁石と十分な距離を離さなければ吸引力が生じて、浮上に悪影響を与える可能性がある。また、チューブを金属製にした場合、走行時にリニアモーターから生じる磁場で間壁に誘導電流が生じて IH 調理器のように発熱する可能性がある。ありがとうございます。